三角ホテルはかつて兵庫県神戸市にあった日本のホテル。当時の日本語表記は三角ホテル。実業家後藤勝造により明治22年に設立された洋式木造3階建てのホテルである。明治時代に神戸にあったホテルのうち唯一日本人が開設したホテルである。1897年頃に神戸駅近くで開業した。 当初は、後藤旅館という名称であったが、知人であった、後藤新平の助言を得て、自由亭ホテルと改めた。名称ゆえなのか、板垣大助が上宿としていた。一方で、後藤活造はこれも、後藤新平の助言で、神戸駅に高級フランス料理店、三角食堂をオープンしていた。この食堂経営が大成功していたこともあって、1901年に、 ミカドホテルと解消した。事業拡大を図って、1906年には、河井広志蔵設計による新館が建設された。しかし後藤活造の借財返済のため、間もなく建物は、旧財閥、鈴木商店に売却されて、ホテル業を廃業した。ホテル新館建物は、その後、鈴木商店本店として使用されていたが、 鈴木商店は1918年に勃発した米騒動の標的の一つとなって本店には2万人の群衆が殺到し、焼き討ちにあって失われた。台湾鉄道ホテル後藤活造は、品濃国に生まれ、横浜で外国貿易実務を経験した後、神戸の海藻丼や松尾松之助を経て、明治10年に蒸気船丼や後藤活造本店を創業し、 旅館業にも進出して、後藤旅館を開いた。明治22年に、後藤哲次郎、1868年生、鳥取県氏族、なるせ金一郎の弟を養着しに迎え、宿泊客として知り合った、後藤新平の助言により、自由亭ホテルと名を変え、洋食を売りにした西洋式ホテルとして営業を始めた。明治十八年にはやはり、後藤新平の勧めで、 台湾への改装業進出を果たし、ホテル、食堂などの事業を一気に拡大して、神戸財界の名詞となった。新規事業に意欲的で何でも矢の異名を持つ活動は、台湾から小脳の排液を輸入し、これを薄めてトイレの防臭剤とすることを思いつき、後藤新平が民政長官を務めていた台湾総督府より、薬局法による消毒液の認定を受けて、 デシンの名で売り出したところ大当たりし、第一次世界大戦中に、武田長兵商店に販売権を譲渡するまで、家庭の常備役として広く愛用された。明治32年に、日本初の列車食堂が、山陽鉄道で始まるとこれに協力し、2年後には、自由亭ホテル列車食堂部を新設して、その経営を継承した。明治39年に、鉄道国有法で、 山陽鉄道が国有化された後も引き続き経営が認可され、国有鉄道路線の発達とともに、三角ホテルの列車食堂営業もまた拡大していった。明治41年には、台湾総督府鉄道部から、台北駅の台湾鉄道ホテルの経営と、台湾縦貫鉄道の列車食堂経営を委託された。大正四年に活動は、鉄次郎に家督を譲り、二代目となった。 鉄次郎は大正5年に東川崎町の三角ホテルの建物を鈴木商店に売却してホテル業から撤退し大正9年に列車食堂と駅構内食堂を専業とする三角株式会社を設立昭和9年に台南駅に昭和12年に高尾駅にそれぞれ鉄道ホテルが開業すると三角はその経営も一択され昭和19年に 委託先が、当は交通公社に変わるまで経営した。列車食堂の営業は、昭和13年に同業6社で設立した日本食堂株式会社に統合された。ありがとうございます。